今回作るのは人参×人参サラダ、人参尽くしの一品です。食材は身近で買える人参と塩や白ごまなど。それでは調理開始。さあ、それでは笠原さん、はい、人参サラダ&ドレッシング、はい、よろしくお願いします。行きたいと思います。人参をどう使うんですか。人参をね、はい、これはいきなりポイントですよ。お、もうポイント、ワンポイントきました、ね、笠原ポイント。人参をダブル使いします。ダブル使い、ダブル使い。2つの食感で人参を楽しむダブル使い。切りやすい太い方は千切りにしてサラダに、細い方はすりおろしてドレッシングにします。皮と身の間に旨味があるので皮は剥きません。切り方もコツありますか。こう繊維に沿って切った方がいいですね。縦にこう繊維ありますから、それを生かしてね、大体マッチ棒ぐらいのイメージ。マッチ棒、少し太めの千切りにすることでポリッとした食感を。千切りした人参でサラダを仕上げます。ここでさらにポイントでございます。お、来ました笠原ポイント、来ました。このね、千切りにした方の人参にお塩をまぶします。塩、はい、塩をすることによって人参がね、少ししんなりして水分が出てきて味がギュッと凝縮します。なるほど。このひと手間で癖が抜け、人参の甘さが際立ちます。10分ほど待つ間にドレッシングを作ります。それはもうおろすだけ。すりおろした人参に酢とサラダ油、薄口醤油を合わせ、サラダ油、さらに蜂蜜をプラス。蜂蜜のね、この自然な甘さがね、また人参の甘さを引き立ててくれる。あとは混ぜるだけ。人参ドレッシングの完成です。10分ほど置いた千切りの水気を絞り、ドレッシングと和えます。こういうね、日本料理でね、こういう同じ食材で、はい、アイルド、はい、知ってますか。はいはいはい、ともあえ。ピンポン、あ、よかったよかった。ともあえっていうお料理があるんですね。これね、僕教わったんですよ、笠原さんに。あ、そうだ、ともあえですね、これ。ともあえ、同じもの同士で和えると。そうなんですよ。人参の他にも里芋や長芋を使ったともあえがあります。食材の切り方や火の入れ方を変えることで味と食感の違いを楽しみます。胡椒、白ごまと黒胡椒を振れば、さあ、もうこれで完成ですよ。おー、完成、はい。オレンジ色が鮮やかな人参×人参サラダ、いただきます。どうぞ。うん、これまた爽やかに仕上がるんですね。美味しいでしょ。美味しい。これやっぱ蜂蜜がいい仕事しました。あ、そうですね、うん、やっぱ砂糖だと甘すぎちゃうかもしれないね。そうだそうだ、人参の甘さが感じられるでしょ。はい、これ人参がちょっと苦手なお子さんとかでもこれ食べれそうじゃない。あの、塩のひともみが効いてるんです ね。冷蔵庫にね、眠ってる一本の人参から皮も剥かず、うん、こう全ての栄養素を食べられると、うん、いやー、さすが笠原さん、お見事でございます。ありがとうございました。いやー、すごいですね。